回のサイトシーイングの舞台は名古屋市熱田区の宮の渡し公園からスタートです。ここはかつて東海道53次で最大の宿場町だった宮宿があった場所で、当時の船着き場や常夜灯などが復元されています。堀川に面した宮の渡し公園、江戸時代の船着き場や風情ある常夜灯が再現されているこちらの場所ですが、明治時代に撮影された写真を見ると熱田海岸と書いてあります。名古屋大学の平井隆助教に聞くと、で昔はこの灯籠がありますけれども、この正面がすぐ海になっておりまして、ここから船で三重県の桑名まで渡し船が出ていたんですね。東海道で江戸から41番目の宿場町、宮宿だったこの場所、現在は名古屋港から堀川を北へ遡ることおよそ4キロの位置になっていますが、古い地図を見ると宮宿の前にはすぐ海が、船が行き交う様子も描かれています。歌川広重が宮宿を描いた浮世絵からも近くまで海が迫っていたことがよくわかります。今この鳥居なくなってしまってるんですけれども、浜鳥居と言います。この浜鳥居が、ちょうど今私たちが立っている、この付近にありました。そうするとものすごく近くに海があったんですね。この宮宿から隣の三重県の桑名宿までの七里、およそ 27.5 キロの区間は七里の渡しと呼ばれ、東海道で唯一船で移動する海路だったんです。ではなぜここだけ海路だったのでしょうか。この辺りから、ノビヘイヤの西側の低地の部分ですね、いわゆる、海抜ゼロメートル地帯になっておりまして、やっぱり標高が低いですので、たびたび水害、高潮、そういったことが起こっていました。宮宿があった名古屋から西、愛知県北西部から三重県北部にかけて広がっているのが広大な濃尾平野の海抜ゼロメートル地帯。地盤が軟弱な上、1959年の伊勢湾台風など洪水や高潮で歴史上何度も浸水被害を受けてきました。東海道はその災害リスクを避ける意味と、さらに北側を迂回する鞘街道という陸路もあるにはあったんですけれども、やはりこちらだと海路行くよりは少し時間がかかるということです。時間がかかる陸路を避け、宮宿から船で短時間で桑名宿に行ける海路が採用されたのです。宮宿があったあたりがどんな土地だったのか、さらに知るために向かったのは宮の渡し公園から600メートルほど北に行った森、そう、熱田神宮です。熱田神宮の南側、正門近くにやってきました。はい、この辺りの地形の特徴って教えてもらえますか。はい、ではここから南側を見てください。はい、道が下り坂になってますよね。かなり下がってますね。わかるかと思うんですけれども、ここが、熱田大地の南の端っこにあたるんですね。そういうところにこの熱田神宮があります。これは名古屋市内の標高の違いを色分けした地図です。赤いところは高く、青いところは低い地形を表しています。この南北に細長い土地が熱田大地と呼ばれる比較的標高の高い硬い地盤の土地で、熱田神宮はその南西の端に位置しています。そして熱田大地の西側と南側は土地が低いことがよくわかります。この辺りの土地の高低差が分かったところで、もう一度宮の渡し公園へ戻ってみると、横にある
ポールはこちら何ですか？これは伊勢湾台風に伴う高潮で浸水した高さを示してますね。こんなに高いんですね。そうですね。この私の手が届かないあの一番上の赤いライン、そこが最高浸水です。では地元の人たちは自分たちが住んでいる場所がかつてどんな土地だったのか知っているのでしょうか？うちの住んでるところも昔は海だったんだ。掘ると貝殻出てきますよね、はい、伊勢湾台風になって水が来て大変だったから、その翌年にこの建物を建てた。高いところに逃げないかんで皆さん、この辺りがかつては海で土地が低いという認識はあるようです。しかし災害への備えとかってされてますか？まあ、今はしてないんだよね。まあなったらまあ2階逃げる災害用の、 一式ね、すぐに出るように20年ぐらい前から一応用意はしてますけどね。その場にならないとね、なかなかね。まだこの辺は地震があるあるって言ってもそんなに大きい地震がないので、備えの程度はまちまちでした。今後40年の間に 90% もの確率で起きると考えられる南海トラフ巨大地震に向けて、私たちは住んでいる場所の歴史にどう向き合うべきなのでしょうか？単に歴史を知るということだけではなくて、なぜそういうことになっていたのかという地形条件的な背景事情を知ることがとても大切ですね。でまたそのことがその土地の特有の災害リスクを知ることにもつながりますし、さらに引いては我々の災害への対策にもつながることになると思います。